皆さんこんばんは、レアキチャンネルのレオンとアキです。今回はですね、ファイナルファンタジー7エバークライシスの来ましたセフィロスですね、セフィロス降臨イベントということで、無課金、微課金の方でも勝てるセフィロス降臨イベント攻略法を今回は解説していきたいと思います。レオンさん、セフィロス来ましたね。来ましたね。めちゃくちゃかっこいいですね。まあやっぱイケメンだよね。そしてめちゃくちゃ強いですね。強い。はい。で、まあここでね、いきなり毎回恒例のお悩み相談なんですけども、はい、まあ、今回はですね、匿名 A さんからご相談が来ておりまして、なんかこんなことなかったよね今まで。はい。あ、はい。で、あのイベントやりたいんですけども、うん、パーティー戦力が全然足りていないと。はい。というですね、悲しいご相談内容が来ているんですよね。あ、それはちょっとね、相談乗ってやらないかんですね、それは。はい。で、こちらがですね、その A さんのパーティーなんですけども、んこれアキちゃんのパーティーじゃないの？あ、なんでバレたの？ザックス正面置いとるやんけ。まあいいや、私のパーティーなんですけども、はい、例に漏れず今回も私のパーティーなんですけども、はい、私はですね、うん、超超超微課金ユーザーなんですよね。うん、はい、もうね、びっくりするぐらいガチャ運がなくてですね、うん、まあ、全然全然被らないんですよ。まあそうね、凸ができないって言ってるもんね。そうなんですよ。で、50連敗当たり前ですし、うん、星3しか出ないガチャのね、常連さんなんです私は。もう胸を張って言える。青色だと。青色だと。はい、もう青色の覇者なんですよ私は。青色の覇者。はい、まあ、それでそんな私でもセフィロス様と戦いたいと思うわけですよ、うん、イベントのガチャ回したいと、うん、武器がゲットしたいと、うん、そういうですね、欲がですねあるんですよ。欲望が詰まっているんですよ私には。なるほどね、はい、ただ私のような積み状態のユーザーさんって多分結構いると思うんですよ。まあそうね、無課金でやってると、難しいよねっていうのは、うん、無課金でやってるとね、うん、まあ、お財布事情とかいろいろあるじゃないですか、うん、なので、まあどうにかですね勝てる戦法はないでしょうかというですね、今回はご相談でございます。わかりました。ではですね、まあ僕の方で今回の動画を見ればセフィロスで攻略できますよってことを皆さんにねお伝えしていきたいと思います。お願いします。では、まず今回の動画を見ればわかることをね先にお伝えしたいと思います。1、セフィロスの弱点。2、パーティー編成例。3、マテリアと武器の編成。4、マニュアル操作での戦い方。5、セフィロスガチャの注意点。この5つを説明していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。で、最初にセフィロスの弱点なんですけど、今回のセフィロスはこちらのボス詳細だと、弱点書いてません。で、あるのはサインの情報と下にある、これが無効ですよって情報ですね。すべての状態異常を無効にしてますと。しかも解析不能って初めて出てますからね。まあ強いです、おかげで。さすがセフィロスやね。さすがだね。まあ弱点ねえよと。と思ってたんですけど、実はですね、セフィロスは自分に属性耐性ダウンのデバフをつけてくれます。ちょっと優しいなと思ったんですけど、はい、で、その属性耐性ダウンは水耐性ダウン、雷耐性ダウン、氷耐性ダウンとあります。 EX1 の方は水耐性ダウン、氷耐性ダウンをつけます自分に。で、 EX2 が1つ増えて雷耐性ダウンが入ってきます。はい。で、この耐性ダウンをつけてる時にがっつり削っていくっていうのは攻略法になります。なるほど。そうなんです。これサインを壊すことも大事なんですけど、この耐性ダウンをいかに生かすかってことが非常に攻略のポイントとなっております。2番目のパーティー編成の例なんですけど、今回のパーティーの編成の仕方なんですけど、各属性持ちを3人パーティーの中に入れてあげてほしいんですね。はい。雷担当、氷担当、水担当という形で、その属性に合わせたパーティーを編成してほしいんですよ。で、雷でいうと、まあ村雨があるんでクラウドで、そこに今ティファであったりとか、ティファは回復要因としてね持ってきてあげても全然いいですし、氷担当はもう今回セフィロスがピックアップで切り羽持ってきてくれてるので、その切り羽が結構重要になります。で、エアリスも入れてあげるといいんですけど、回復要因としてだけではなくて、ミスリルロットで、ね、ミスリルロットを持ったエアリス入れてあげると非常に今回攻略楽になります。ミスリルロットについては後ほどちょっと後でまた解説をします。で、水担当なんですけど、これは、まあ、クラウドでマリタイムソードを持ってる方であれば間違いなく入れてあげてほしいです。あとルティアですね、アクアショットを持ったルティアがいらっしゃるのであれば入れてあげてください。めちゃくちゃ刺さります。で、ここにタンク系ヒーラー役を入れるっていうのもありです。各属性のどこかに担当してもらって、ザックス、レッド13、エアリス、ティファ、マット、
まあ他にもグレンとかバレット等も全然入れる余地はあります。うまくこの属性の持ったパーティーを作るのが非常に肝になります。でここからパーティーの詳細について話していくんですけど、パーティーのキャラクターの HP は4100以上にしてください。これは絶対です。これ4100以下は攻撃が耐えられないので、4100以上が絶対に必要です。でセフィロスにはデバフが一切効きません。なのでデバフ武器を外した上で火力が出せる武器を持たせてあげるといいと思います。なるほど。ただデバフは効かないと言ってもセフィロスにはデバフが一切効かないんですけど、ただお持ちになっているデバフの武器がね、攻撃ができて、まあ、火力もあるといった場合は持たせてあげても全然いいです。こういう風にカットラスを持たせてあげても全然いいです。こういった赤武器になっているので、こういった武器の方が火力が伸びやすいんで持たせてあげても全然 OK です。でセフィロスは持久戦になるときついっていうのがあります。長ければ長くなってくるほどどんどん攻撃のタイミングってめちゃくちゃ速くなってくるので、できる限り火力は高い方がいいですね。で、召喚獣の芝のリミット技が持ってる方がいらっしゃれば、そちらをね装備してあげても全然いいです。こちらはね使うタイミングがちょっとあるので、そのタイミングっていうのも後ほどの倒し方のところで説明します。それと属性の単体攻撃の武器をメインにしてあげてください。マリタイムソードであったりとか、まあ、ムラサメであったりとか、単体で敵を攻撃できる高火力アビリティを持ったキャラクターを入れるっていうことが肝になってきますので、そこがねちょっと意識してください。全体攻撃の武器だとちょっと違うよねって話になってくるのね。そうなんです。このエリアサンダガは敵全体に 320% って属性ダメージ与えてくれるんですけど、ただこれやっぱ単体での威力が低いんで、ちょっとねこういった武器を使うよりかは単体で属性ダメージが高い、まあ、弱点をつける武器だね、そういったのを入れてあげた方が今回戦いがすごくやりやすくなります。はい。でもしくはサイン破壊の攻撃がついた武器をメインにしてあげてもいいと思います。まあ、例を挙げると、まあ、今回サイン対象に入っているブレイバーだね、ブレイバーのこの罰印を壊してくれるようなこういった C アビリティを持った武器をメインの一つとして持ってあげても全然いいと思います。では3番目、マテリアと武器編成についての解説をしていきたいと思います。で今回のセフィロス降臨イベントの攻略の鍵は防御力アップです。え、防御力アップなの？これ、うん、防御力アップなんです。火力も大事なんですけど、この防御力アップを絶対に意識してください。おお、今まで全然意識したことがないところだね。そうなんで僕もね苦戦してるんですよ。で攻略はもうほんとバリアっていうのがあって、それは後ほどの戦いのシーンでお見せしようとは思ってるんですけど、バリアかバリアに匹敵するサブ武器っていうのを組み込んでください。でエアリスのミスリルロッドが最強だって言ったのはこちら見てもらいたいんですけど、味方全体の物理防御をショーアップで魔法防御をショーアップしてくれるんですよ。おー、全体です。全体持ちないよね。全体持ちなかなかいないんですよ。すごい。そうリミット技とかで持ってるマット君もいるんですけど、リミットに今回ちょっと持ち込みたくないなっていう理由もあるんで、それもちょっと後ほど説明するんですけど、なので今回ミスリルロットをお持ちの方で突はできてないんだけどレベルだけ上げて持ってっても全然ありです。80とかね、80とか、まあ、できれば80してあげてほしいですね。ちょっとそこまで持ってかないとステータス値がちょっと低いんで、できるだけちょっとねレベル上げてほしいなと思ってます。で次に雷、氷、水のマテリアを進化させて持ち込んでください。ウォーターとかサンダー、ブリザードではなく、ブリザラ、サンダラ、ウォーターラといった形一段階進化させて必ず持ち込むようにしてください。じゃないと火力が足りないってことだね。そう、足りない。簡単。そうなんですよ、足りないんですよ全然火力が。なので進化させてほしいってところになるんですね。でリミットはですね、あ、芝をねお持ちの方がいれば持たせてあげてください。芝のリミットの火力はやっぱり高いので、氷耐性ダウンがついた時に打ち込んであげるとすごく効果的なダメージを出すことができます。で芝リミットもそうなんですけど、今回芝を持ってない方もいらっしゃると思うので、その場合は単体火力を上げるものを持たせてあげてください。今回アキちゃんクラウドに入れてるんで、クラウドはやっぱり強切り単体攻撃 2000% のこういったダメージを叩き込んでくれるんで、こういった敵単体に高火力のダメージを与えられるリミットを必ず装備してください。で例えばなんですけど、セフィロスならこのアーデントフレアで自分の攻撃力を上げるリミットがあるんですね。はい、これはねめちゃくちゃ今回のセフィロスイベント刺さります。おお、まあ、セフィロスがね今回の攻略のイベントの鍵だとも思っているので、
セフィロスがセフィロスに挑むんだね。そう、そういうことなんですよ。結構胸熱でしょ。時空の歪みが存在、歪みが存在してるんだけど、セフィロスがセフィロスを攻略するんですよ、今回のイベントは。はい、はいはい、なので今回セフィロスはちょっとねおすすめしてます。入れてあげてほしいなと思ってます。今お伝えした内容を生かした今回パーティーアキちゃんのメンバーで組みました。はい、まあ、今回雷の担当が、まあ、EX1 雷ね実は必要はないんですけど、火力担当としてやはり村雨はやっぱり強いので、今回雷枠としてクラウド入れてます。で真ん中のザックスはヒーラー兼タンクとして、まあ、もちろんあとアキちゃんのメインなんでね、一番やっぱ強いんで、なのでザックスがメインに来てます。セフィロスは氷担当だね。氷担当として今回切り羽とあとアビリティの火力ダメージ出せる武器を装備してます。これでステータス上げる形で組んでますね。でマテリアの詳細なんですけど、でマテリアとサインの構成なんですけど、まあ、ちょっとこちら画面をね引き伸ばしてお見せしてるんですけど、サインの構成は村雨が三角のサインを壊すのが早いので三角担当ですね。三角担当、三角担当、三角さん担当、三角さん担当です。でサブのマテリアにルインの丸マークのものを持たせてます。それとケアルラ持たせてヒールもできるようにしております。でザックスなんですけど、ザックスは芝のリミット技を今回持たせております。まあ、火力出すようになんですけど、でマテリアなんですけどルインの丸のサインのものと、でウォタラ回復のケアルラを持たせています。でセフィロスはアーデントフレアにバリアとブリザラとバツサインのルインを持たせてますね。ケリバネは S アビリティにバツサインを早く壊せるっていうのを持っているので、今回バツ担当として、なるほど、バツ担当、バツ担当セフィロス君として今回来てますね。はい、でこのルインのマークが今回非常に大事になってきてて、これをちゃんとまんべんなく壊せるように構成するのが非常に大事です。はい、マリタイムソードをお持ちの方はクラウドに丸のルイン持たせるの全然ありですし、他のキャラクターで何かサイン破壊ができるものをお持ちであればうまくそれを活用した戦い方をしなきゃいけないんですね。じゃあこの3人に、うん、とりあえずその属性、うん、属性を振りつつ、はい、サインも丸三角バツ担当っていう風に割り振るといいよっていうお話ですね。そうなんです。今回セフィロスのサインを使って破壊しないとめちゃくちゃ攻撃痛いのが来るし、またそのサインを破壊するっていうなってる最中に火力を集中しないと倒しきれないんで、めちゃくちゃコツがいるんですね。もう私がやったらですねボロ負けしたんでもう本当に火力のセフィロス君にゴリゴリに押されてしまって、うん、もう瞬得したので、まあ僕も最初やった時瞬得しましたね。あ、強えなこいつと思って、さすがやなセフィロスさんと思いながらやったんですけど、まあ、ちょっとね何とかチャレンジしていくうちに見つけた法則っていうのはあるので、はい、それを次のマニュアル操作でのね戦い方っていうところで説明していきたいと思います。なんで皆さん今回はおすすめ編成右上ポチって押しちゃダメですよ。押しちゃダメ、押しちゃダメ私癖なんでねこれ、必ず押しちゃうんでね。ここはですね、おすすめ編成をしてしまうと火力が下がっちゃう可能性が高いんで、ま、次の動画でねおすすめのパーティー編成やり方っていうのを詳しく解説したいんですけど、今回はセフィロスの攻略のためのお話をしていきますので、今回はとにかく属性を持たした3人を作る、今回サインもまんべんなく破壊できるように丸×三角でしっかり振り分けた構成を作ってください。マニュアル操作での戦い方について説明していきたいと思います。これはですね無課金の方向けに EX1 で説明していきたいと思います。 EX2 も基本は同じなので戦力がねさらに漏れる方は同様にパーティーを組んでトライしてみてください。マニュアル操作での戦い方を話していくんだけど、はい、ただ最初オートでも大丈夫です。最初オートでも大丈夫、最初オートで殴らせても全然大丈夫です。で必ずスピードは遅くしてください。通常スピードです。2倍速は絶対ダメです。なぜかっていうとセフィロスの手痛い攻撃を食らったりするとかタイミングが合わなくなったりすることがあるんですよ。なので通常速度でやった方が確実に安定します。で最初はとにかくこの先進、この後に八頭一戦がやってきますんで、これをね受け切るために必ずバリアを張らなきゃいけないんですよ、うん、でここ僕ちょっとミスってるんですけど、ザックスにバリア入ってないんですね、はい、でも HP が5900あると耐えれます。
今3400ですね、ダメージが。痛いね。そう、痛いんですよ。なのでできれば4000以上ないと安定できないんですよ。でこのタイミングだね、ここ最初にまず水耐性ダウンをやってきます。一番最初、はい、この時水属性耐性ダウンってついてる。そう、この時雷属性強化っていうのが入るんですよ。でここで、ここからです、ここから僕はマニュアルに切り替えます。このタイミングでマニュアルに切り替えます。なぜならここで一番火力が出せるからなんですよ。はい、ここでがっつり削っていきます。おでザックスくんが、まあ、今回ウオタラ持たせてるので、ここはマニュアルでウオタラをどんどんぶち込んでいきます。はい、でなんでサインまんべんなく持たせたのかっていうと、オートで左右の2人がどんどんサインを削ってくれるんですよ。なるほどね。で自分はウォータラに集中してぶっ放していく。おでただその時に周りのキャラクターの HP を見てあげてください。大事だね。でもうちょっとこれ限界だと思ったら、この今オートに切り替えてやってます。でこうするとがっつり削りつつも一気に耐性をまたこうやってオートにすれば、回復が本当にオートが非常に優秀なんで、瞬時に回復と立て直しができます。なるほど、うん、これちょっとマニュアルだと指が追いつかないんで、ここだけオートにしてます。じゃあ回復の時にオートにするって感じ。まあ本当にね、回復を指でやるのはすごく大変だからね、何度も言いますけど回復は一番難しいんで、このゲーム大変なんで、オートに任せた方が一番楽です。はい。でセフィロスの攻撃はどん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 速くなっていくんですよ。多分時間経過でね、どんどん攻撃激しくなっていくんですけど、でまたここで来ました、今度は炎属性強化っていうのが来ます。おー、本当だ。でここです、ここが一番の肝。なぜかっていうと、ここ氷耐性ダウンが入るんですよ。おー、本当だ。そう、このタイミングでセフィロスとザックスのリミットを使ってあげてほしいんですよ。なるほどね、ここで使うんだね。そう、溜めるんだね。そう、最初は打てないんで、溜まったから打てばいいんだろう方針はダメなんだね。そう、ここです、ここしかない。ここでアーデントフレアとシバのアイスウェーブで、クラウド単体の効果力の強切り、これを全部このタイミングで打ち込みます。おでこう打ち込むことによって、セフィロスは氷耐性ダウンが入っている、つまりセフィロスの火力が引き上げられるんですよね。でアーデントフレアで自分の火力も上げる。でザックスは、まあ、今回持ち込んできたシバの、まあ、ない方は普通のリミットでもいいんですけど、こうやってね12000で、これレベル1ですけど、ここまで火力出せます。ちなみに私何にも芝さんかやってないんで、うん、レベル1だね。あの本当にあのツルツルのツルツルの芝さん、召喚したての芝さんなんで召喚したての、ね、芝さんでも火力出せます。なので芝は持ってる方はかなりおすすめできますね。でここからですね、キャラクターを僕セフィロスに切り替えます。セフィロスに切り替えて、ひたすらこちらの切り羽のアビリティをぶち込んでいきます。まあ正直ね、セフィロス君オートでも勝手にこうやって打ってくれるんで、まあ、見守りでもいいかもしれないです。後ろからオートで見守る。ちなみにですね、切り羽なんですけども、うん、あのスタンプシートで必ずもらえるじゃないですか。まあそうね、ガチャで回してね、5?6? までいったら、うん、もらえるね。あれだけなんで。そうね、突してないんですよ、ね、それ以外当たってないので。そう、でも見てください、今8センチ近くダメージ出るんですよ。1回で9センチ近く持っていくんですよ。見てください、半分ぐらいまで削れました。ここで、ここが大事なんですよ。ここからはですね、セフィロス君、状態耐性ダウンがなくなります。もう一切使ってこないです。だからガリガリに自分たちは削るしかないんですよ。なるほど。ボーナスタイムは終わりだと。ボーナスタイム終わって、でここで非常に大事です。この2回目氷耐性ダウンの後のこの発動一戦が来るタイミングで、狙われてるキャラクターの HP が4100以上。これ絶対です。おお。狙われてるマークはこれで判断してください。オレンジ色のこのスコープマーク。これがついてるキャラを狙ってるよって状態なんですよ。でここでですね、オートとマニュアルの、まあ、コンピューターのミスがたまに出るんですよ。はい。コンピューターね、バリアを自分じゃなくて仲間に張りたがるんですよね。ああ、わかる。自分狙ってるんだけど、おい、おいおいおい、お前だよ狙われてるのみたいな、君だよって。すごい自己犠牲型だよね。そう、自己犠牲型なんだよね。献身的だよね。そう、なのでマニュアル操作に切り、バリアがまあ、もうちょっと張ってないよっていう時は、まだ間に合う状況であればマニュアルに切り替えて、でそのバリア持ってるキャラクターで張りたい相手を指定できるようになっているので、そこをね自分でされても全然大丈夫です。一応ね、コンピューターを狙ってるキャラクターをやられちゃう場合は全力で回復します。はい。で死なねえなと思ったら回復しなくなるんですよ。
なるほど。やられないなと思ったら回復とか防御バックと一切やらないんですよ。なるほどね。でもですよ、今回のセフィロスバリアを張ることによって4000の HP で耐えることができるっていうものになってるんで、いくら回復しても、4000以上あってもバリア張ってなかったら全部意味なくなっちゃうんで。なるほど。なのでこのバリアっていうのは非常に大事です。だからスコープマークがついているキャラクターに必ずバリアを張るようにやってください。はい。コンピューターつけなかったら自分で頑張ってつけてください。まあ何回でリトライしていいと思ってるんで、ここはね本当にそれチャレンジしてみてください。これがね痛いんですよ。どんどん火力上がってっちゃうんで。あーやめて。今バリアのおかげでギリギリ4000以内に収まってる状態だね。でここからどんどんねセフィロスの手数が増えてくるんですけど、一応手加減してるのか HP はめちゃくちゃ減ったキャラクターに集中的にあんまりね攻撃してくることはないかなと思ってて、ただケアルはこうやってみんなに持たせたこと、2人にね持たせてることによってなんとか回復が間に合ってる状態だね。でこの政宗の構えの後にもうリミットはね溜まってる方はどんどん打ち込んでいいと思ってます。基本的には政宗の構えこれを壊さない限り絶対負けちゃうんで、もうリミットがここからはどんどん使ってください。溜まってるキャラが出たら使ってほしいんですけど、ただ注意点があります。政宗の構えをしているときは、はい、全ての攻撃のダメージが1です。 1です。 1? どんな効果力のアビリティを使っても1です。5000とかじゃなくて1です。え、政宗の構えのときはサイン攻撃しか受け付けない。だからルインしか受け付けないんですよ。だからあそこで間違ってリミット打ってもダメなんですよ。全て1レジストされます。なのでまずは政宗の構えを壊して、で一気に畳みかけていく、ここは非常に大事になってます。でもう一回またこの一戦が来るんで、ここでセフィロスがクラウド狙ってるよね。でも HP は4000以上でバリアも張っている、安心して受けてください。これは耐えれます。これ EX2 でも一緒です。 EX2 でもダメージは同じぐらいでした。132だけどね。まあギリギリなんだよ、ギリギリ。だからほんと火力高いんですよ。でこのタイミングぐらいでどんどんね技が増えて、獄門これが痛いです。でちょっと今ね豆知識なんですけど、相手の獄門飛んでくる前にリミットを打つと一瞬相手の攻撃を遅らせることができます。はい。一瞬中断させるんですよ。まあもう一発撃ってくるんですけど、ただタイミングずらせるんで、ちょっとはねちょっとは攻撃のリズムを相手を崩させることできるんで、まあちょっとねもしかしたら ATB が溜まって回復できるチャンスもあるんで、ちょっとこういう小技覚えててもらったらいいかなと思います。でここでもう一回政宗の構えが来るんですけど、まあ、ここで壊しきると。で3人生き残っている状態でここまで HP 削れていれば勝てます。あとはもう削り切ります。自分たちの HP もやばいけどね。もうやばいんですよ。やばいの。どんどん後輩になると火力がどんどん増えるし手数増えるしきついんですけど、もう大丈夫です。ここまで削ってて3人残ってる、あとは HP さえ気をつけてもらえれば勝てます。もう本当にね2倍スピードでやると対応できないんですよ。緊急事態になった時の対応は全然できなくなっちゃうんで、こうやって2倍速ではなく通常速度で見守りながら戦う。オートでいいんですね。オートでも大丈夫。マニュアルで切り替えるタイミングは属性耐性ダウンがついたタイミングと、バリアを自分で張らなきゃいけなくなった場合。なるほど。ですね。そのタイミングで使います。じゃあそれ以外はオートでも OK。 オートでもなんとかなります。でここでアーデントフレアまた溜まったんで、もうあとはもうセフィロスの HP 残りわずかなんで押していきますと。ところでなんですけど、うん、セミオートってあるじゃないですか。あるね。マニュアルとオートの間にあるね。このセミってなんだって思いまして、これなんでしょう。セミっていうのはこれね、操作キャラクターの下にこの ATB ゲージっていう棒があると思うんですよ。はい、あのアビリティ使うやつね、はい、これマックスになるとコンピューターがシアビリティ技を出すよっていうことなんですよね。なるほど。だから半分自分で操作できて半分コンピューター担当するよみたいな状態になってるんですね。
おお、じゃあこの ATB のゲージが初めてこう、うん、マックスになった時にこのウォーターラとかルインダブローとかこのアビリティを勝手に押してくれると、そう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 、使ってくれるよと、使ってくれます、まあ、そういうことならちょっと無駄が出ちゃうねって話だね。まあ、よく見ながらね戦いはするんですよね。戦況を見ながら戦いやすいのはセミオートモードなんですけど、まあ、今回に関してはですね回復を全体に一気にしなきゃいけないタイミングだったりとか、先ほどのあの属性耐性ダウン中に火力を集中したいということが多かったので、僕はマニュアルの方がまあ戦いやすかったかなと思ってマニュアルとオートを切り替えてやってるんですよね。あ、分かった。はい、そしたらこれ回復しとかないとやばいと、うん、でサイン破壊を優先してるぞというタイミングがあるじゃないですか。まああるね。いや次来るじゃん大技、分かってるじゃん、うん、まあまあまあね、でも回復しないじゃんっていう時あるじゃないですか、死にかけの。まあまあそうそうね、そういう時にセミオートにしてマックスにしてケアルラとか打てばいいんだ。まあタイミング全然ありだと思うよ、そういうのも全然使ってもいいと思います。今回本当にねあの手作業が多いです。あのなんか今までオートでこう楽ぬくぬく楽々してきた我々にとっては結構厳しいクエストになってるんで、もうオロオロしちゃう。そうオロオロすると思うんですよ。まあこれ多分ねもう市川さんからの挑戦状だと思ってねオートに頼ってんじゃねえよと君たちオートに頼るなと、これからはマニュアルの時代だと、車もマニュアルの方がいいだろうと言ってるのではないでしょうかね、違うかなちょっとよくわかんないですけど、まあ、マニュアル操作はこんな感じで進めてくださいね、はい、ってことですね、うん。まあ、これ覚えると他の高難度とか今後のイベントでもねおそらく使えるテクニックになると思うので、まあ、今回をきっかけにマニュアル操作ちょっと慣れてほしいかなって思います。はい、慣れていきます、はい、であともうこのような形で削って終わります。はい、というわけでなんとアキちゃんのパーティーでセビロス君を攻略できますんでおめでとうございます。クリアです。ありがとうございます、まあ、次はね、うん、EX2 なんですけど、 EX2 ね EX2 14万なんで推奨14万ですね、ちょっと足りないかなと思うので。そうなんですよね、あのどうしてもねやっぱりね無課金とかね微課金の方だとね私みたいにガチャ運が悪いと凸ができないので戦力が漏れないので、ここが壁でちょっと運のね、うん、運ですよ完全にここは、まあ運だね、ぶっちゃけ、うん、めちゃくちゃ運要素が強いっていうところで、まあ、ちょっとね腹立たしい部分も本音としてあるんですけど腹立たしいね、腹立たしいですね。レオンさんはめちゃくちゃ被っていい感じで戦力が上がってるのに、私には一方で全然いいのが出てこないと全く関係ないやつで被ると、まあそうねっていうところがあるんですけど、でも10万はね頑張りましょう。そうね、今回のセフィロスは10万いってないよっていう方であっても HP が先ほどお伝えした4100以上で、かつバリアがあるとかミスリルロットがあるっていう方はねクリアできる難易度だと思います。大丈夫だと思います。まあ理由はやはり先ほど言ったマテリアとあとアビリティの攻撃さえちゃんと打ち込むことができれば、あとはもう耐えることができるんで削って倒すって形ですね。なので諦めずにちょっとチャレンジしてほしいかなって思います。で EX2 なんですけど、まだ僕クリアしてないんですけど、先ほどの水耐性ダウンと氷属性耐性ダウンの後に雷耐性ダウンが入ってくるような形になってます。で手数がねすごく多くなってますので、ゴリゴリに HP 削ってくるんで本当にね回復要因は必須となってます。なので14万あるかないかぐらいで挑めるかなと思うので、ちょっとねそこを気をつけて攻略していただければなと思います。で最後なんですけど、今回ねこのセフィロスガチャめちゃくちゃ大事な注意点があります。はい、これ多分知らない人もいると思うんで、あの僕みたいにならないように皆さんにね共有したいと思います。はい、まずですねこちらガチャチケもらうじゃないですか。もらいますね。でここねレベル1とかなんかあると思うんですよ。ありますね。これ今6かかってるんですよ。これなんでかっていうと、この当たり商品をまだ取ってないから次のレベルいけないよっていうことなんですね。なるほど。次のレベル2に行きたければ
こっちねレベル2に行きたかったらまずこのレベル1でこの当たり武器引いてねってことなんですよ。これ私一生レベル1から出てこない説ない？そんなことはないです。これはですねこうやってちゃんと獲得数っていうのがあって、はい、まあ、ガチャの天井システムみたいな存在してるんですよ。ほう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 。なのでこの獲得数がどん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 減っていく分こちらの当たり商品が出やすくなってるよっていうようなガチャになってるんですね、仕組みとして。なるほどね。なのでまあこれが当たったら次に行ける、うんうん、ここも全部回収したら次に行けるよってことなんですけど、このガチャですねレベル1から、まあ、チケットが例えば500枚ありますと50回ね回せるんですよ。おお、いいじゃないですか。回せるんですよ、丸ごと回しちゃうんですよ。ほう、当たりの景品が出ても50回分を回すんですよ。ああ、なるほど。つまり10回目、例えば一発で金武器出ました、はい、もう当たり武器ないじゃないですか。ないですね。次行きたいですね。止まらないんですよ、全部回します。ああね、なるほどね。まあ何が起こるかっていうとチケット散財だねああじゃあ、はい、最初は10回引くとかやってもいいけど、うん、なんかもう結構集まったよねと、うん、結構集まったけどなんか出ないよねと、うん、この当たりのこの武器がね出ないよとなった時は1回引くとかにした方がいいってことだね。1回引いて調整したりとか、まあ、10回いけるかな、だ10回で50回やっちゃうかって言ったら50回っていう形でですね、当たり経緯の獲得数によってガチを引くタイミングっていうのをやってほしいんですよ。なんかスロットみたいだね。スロットみたいちょっと闇深いガチャ天井みたいになってるんですけど、要はですね今回目玉商品以外にも欲しいアイテムが入っててそれがまだ出てないよって方はそれを目的に回してもいいんですよ。なるほどね。美味しいもんね。美味しいんですよ。個人的にはレベル1で全部使うんじゃなくて、当たりが出ましたレベル2に行きます、レベル2も当たりがやっと終わりました次行きますって段階ゆっくり踏んだ方が絶対いいです。じゃないと僕は全部使っちゃうことになるんで、あのチケットなくなっちゃったんで当たり出たのに、あの被害者がね増えないようにこれ注意喚起となります。はい、なのであきちゃんもうね絶対やらかすんで教えてもらってよかったです。やらかすと思ってたんで止めといてよかったかなと思ってます。まだ1回しか引いてないです。あ、よかったよかった、はい、なのでもしかしたらもうすでに被害者多数かもしれませんが、今後ね引かれる方は気をつけていただければなと思います。はい、これガチャ防止システムあったらいいのね。ガチャ防止システム、うん、スタッカーみたいな。スタッカー、うん、ここで止めるよみたいな今回全部ぶっ放しちゃうんだよね。あのドアのストッパーみたいな。ドアのストッパーみたいなのをつくの、ここに、うん、ここに、うん、ロックされるの、うんうん、それさ全部のソシャゲにつけた方がいいべきだよ。それソシャゲでつけるべき。闇深いから。確かに闇を止めようと。確かに追加でお話したいんですけど、今回ガチャでもらえるこのティアードウィングね、セフィロス君の新武器なんですけど、味方単体の物理防御力をアップしてかつ、治癒をしてあげますよと、まあ、ちょっとザックス君も持ってる武器の、まあ、ちょっとリジェネがない番なんですけど、これね結構すごく強いです。これあの単体の物理防御力上げれる武器っていうのをとうとうセフィロス君もらえるんで、今回のセフィロス氷イベントの攻略の鍵になると思います。なるほど、このイベントを攻略するためにこの武器を取る、ちょっと意味が分かんないけど、意味が分かんないんだけどあ、この武器を育てつつ高難度に高難度目指してみようねってことね。そうなんですよね、バリアの代わりに持ちましょうねということで、バリアが、まあ、あってもいいんですけど、バリアが足りないぞと、はい、ちょっとバリアいいバリア作れないという方はこちらのティアードウィング持ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほどなるほど、まあ、救済武器だね。そう、モンハンと一緒ですよ。このモンスター倒せないならその防具何がいいんですかって、そのモンスターの防具作ればいいんですよって。ちょっとわけわからない、わけわからんことを言ってるんですけどこのティアードウィングを持った上で戦いに行くとすごく安定するんじゃないかなと思いますね。はい、はい、救済武器です今回。はい、育てます。はい、ぜひこちら皆さん取って使ってみてほしいなって思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。今回もボリュームたっぷりでしたね。今回はちょっとね長くなっちゃったんですけど、ボリュームたっぷりマシマシでお届けいたしましたと。はい、私無課金でもできたよと、うん、超美課金ユーザーでもできたよと、うん、私もガチャ運悪いですよと、うん、そういうねコメントもお待ちしておりますそれコメントで待ってるの私ガチャ運ないんですコメント待ってこのお互いの傷を舐め合おうよ私もガチャ運出ないんだとコメント欄がカオスになるな
まあちょっとねそういった報告でも全然いいですし、今回 の、ね、この動画でガチャ運悪いんですよってみんなが言ったら、俺市川さんが開けてくれるかもしれない。あ、そういうこと市川さんに報告。そうそうそう、市川さん報告ここで、うん、そうそう、あのコメントでガチャ運悪いですってわーって流れたらそれをあのピーってあの URL 貼って、この動画の URL 貼って市川さんに届けるわこういうことですってお客様の声とこういうことになっておりますお客様の声だと、はい、あの俺ら消費者センターじゃないんだけどはい、というわけで今回はセフィロスの弱点、パーティー編成例、マテリアと武器の編成、マニュアルでの戦い方、セフィロスガチの注意点、あとおまけでセフィロス武器の性能についてお話しさせていただきました。今後もファイナルファンタジー7エバークライシスの攻略動画を出していきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ等で僕たちを応援していただけると嬉しいです。お願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。またね。またね。